さあ始まりましたこいちゃんパラダイス競馬予想でございますが、漫才劇場楽屋をお借りして今日は配信させていただきます。まあね、先週のギャロップの優勝だとかなんかいろいろあるなって感じです。本当にさあ今日はウィンファイルからいきましょうかね。はい、まず東京9レースクンプーステークスダート 1600m ですね。こちらは3頭いきます。8番グランツアーテム、これはマクフィー3区で馬格もしっかり、前走3着ながら上がり最速1馬身4分の1差で負け、いいですね。はい、枠もいいですし、ただ後ろからの馬なので展開次第なところはあるんですけれども、後ろの馬が勝つ展開になればこの馬かなと思います。そして12番里のアポロン、これイントゥミスチーフというね、まあ、ダートゴリゴリという感じでもないんですけど、これも前走ね、グランツアーテムと同じレースを走って、これは2着上がり3番手、非常にいいレースをしましたね。この馬はまあ後位からなので、前ならば怖いなって感じです。展開は、15番ミッキー・ヌチバナ、こちらダノンレジェンド3区渋い、ダノンレジェンド3区は渋いですけど、やっぱり馬格のある馬走ってくるんで、2走前もこのクラスで2着で、前走上がり最速3着、この馬5番手からで上がり最速届かなかったで、まあ、展開向かずでしょうね。今回向けばというね、感じで思っております。それでは京都の9レースに行きましょうかね。こちらダート 1900m ですね。4番ボルゴグラード、リアルインパクト3区ですね。これはもう5走前なんですけど、このタイムで走ってきたらもう勝つんですけどね。ただそこからなかなかそのタイムを超えれてないのでどうかなって感じです。5番グーデンドラーク、顔隠れてたな。グーデンドラーク、こちらは2走前のね、オモババですごい圧勝劇、7馬身差の圧勝で、前走は負けたんですけど、まあ圧勝した時はタイムもいいし、ただオモババにも種類があるのでね、両馬場でどうかなっていうところがあるので、ちょっと1頭には、しきれなかったです。15番インテンスフレーム、はい、おなじみパイロです。まあ、力あるんでね、ポンポンと連勝してもずっと2着3連続でやっと前走勝ち上がってきたんですけど、ポンポンと言ってもメンバー的におかしくないかなと思っております。じゃあ3レース目、東京10レースですね。あ、来ました、芝です。もう前回ももう芝外しまくりましたね。失礼しました、得意じゃないので私も。血統で見るタイプはやっぱ芝あんま向かないですね。ジョッキーや厩舎で見るタイプの方が、芝レースには向いてるのかなと思いますが、もう5頭いきます。ここは5番ローシャムパーク、ハービンジャー3区ですね。これも2走前勝ち上がってきてね、勝つ時が未勝利1勝クラスと4馬身7馬身とすごい勝ち方にインパクトがあるので、勝つとしたら圧勝、競ったら負けるみたいな感じなんですけどね。まあ、レーンジョッキーもね、徐々に調子がやっと出てきたかなっていうところなので、勝ってもおかしくないかなと思います。6番、グランディア、ハービンジャン3区、これお母さんがディアデラノビアですね、サンデー3区の非常に強い馬でした。だから切れ味もこの馬もありますし、優雅ちゃんが乗るんでね、しっかりいい位置にいると思います。7番デビッド・バローズ、これも3連勝中の馬で3ヶ月空くんですけど、連勝中の馬怖いんでね、カナロア3区ですし、しかも逃げるんでね、もう誰も届かないということになったらどうしようもないので入れておきます。14番カーペンタリア、これもカナロア3区で2連勝ですね。これも馬格もあって上がり最速で勝ち上がってきて、前回も1008で買ってるの でルネルジョッキーなんで、カナロア3区でも持たせるかなというところで、入れております。普段はね、1008のカナロア3区の牝馬ってほぼ買わないんですけど、まあルネルジョッキーだからというところが正直1個
大きいですかね。はい、って感じでございます。そして16番当選量、これディープサンクでね、横山武史ジョッキー、もうギャロップの武史もそうですけど、もう武史がもう大ブレイクするんじゃないかっていうね、こっからまたというところもあって、まあディープサンクなんでやっぱ切れますよね。で4戦3勝2着以下で強い、めっちゃ強いかもしれないので入れておきます。そして、対象レース4つ目ですね、京都メイン、あメインじゃない準メインか、これややこしいんですよね。ウィン5も京都の10レースが4レース目になるんで、ダービー州なんで、芝 1400m リステッド競争、対象レース4つ目です。ここは4といきます。5番サンライズオネスト、ダイバーメジャー3区でね、ちょっと渋いんですけど、2走前が首差で、前走がね、外外回って5着の不良ババっていうところ でダイバーメジャー3区はマイルに近い方がやっぱ強いので、1004はこれ今ならプラスになるんじゃないかなというところで入れました。10番ルプリュフォール、ロードカナロア3区ですね。これも前走1006からの距離短縮で、2走前阪急杯これ負けてるんですけど、上がり最速を出してるのでね、やっぱりこの馬も距離短縮、こっちは距離短縮、サンライズオネスタ距離延長ですね。これもプラスに出ると思います。12番ママコチャ、これも渋いんですけどね、黒船牝馬で足毛じゃなくね、これ影というところなんですけど、でもタイムもね、いいタイムで走っているので、ここも勝負になるんじゃないかなと思います。15番ビーアストニッシド、これアメリカンペイトリオット3区ですね。これ前走ね、マイルでやっぱり好走しましたね。この馬も距離短い方がいいのかなというところで、1004面白いな、まあ人気しますけどね、皆さんお気づきで、この馬からいきたいと思います。そして最後ですね、最後はもうオックスはソウルオリエンス1頭にしました。前が膨れちゃったんでね、まあ、スキルビングも強いし、タステーラもね、これもう全部差しの展開で唯一後位の馬が頑張ったんですけど、ただそれにしてもですよ、タステーラが普通勝つレースだったんですけど、サッシばっかり来たとはいえ、タステーラに届いたのがソウルオリエンスだけやったので、あと最後のこの2走2回ともなんですけど、とんでもない大外分回してるんですよね。あれ 2100m ぐらい走ってますよね。そういう意味でも距離も持つでしょうし、東京ならあんなに分回さなくてももっとすんなり、横に並んでこれるなら、やっぱりソウルオリエンスがだいぶね、怪物感があると思う。この馬がいなかったらね、もしかしたら牝馬がダービーに来たのかなって思うぐらい、やっぱこの馬強いんでね、うん、こっから一頭で生かしていただきます。今日の土曜日のね、当たり馬券と痛恨外れ馬券を見しときましょうか。13番人気と1番人気の2頭軸でね、1、2着で来たんですけど、3着を取れずに、それ49万ぐらいしたらね、押しておきます。で朝に取ったちっちゃいのも乗しておきます。はい、 あと先週絶不調で乗った方すいませんでした。すげえ絶不調でした。まあ予想時間がいつもより本当になかったっていうのもあるんですが、まあ言い訳です。東京1レースから行きましょうか。これ9時40分なんでね、早いですね。東京1レース、これはダート 1600m 未勝利ですね。これはもう一番人気でしょうけど、11番千雲ミライズ、これパイロですね。レーンジョッキーが乗るんで、ただ勝ち切れるかというとね、ちょっと小さい460キロ台なので、まあ、このメンバーで勝ち切るような気はするんですけど、まあ、ちょっと穴で5行こうというのはもう一番ですかね。ツビリングマジェスティックウォリア3区ですね。これもなかなか前走出遅れて大敗なんで、もうね、あんまり足つかんかったんでしょうね。コースタート切って本気で走ってきたら、血統的にも馬格的にももうちょっとやれる馬だとは思います。京都1レースダート 1400m 6番フォージュビリー、これリアルスティール3区ですね。これもね、牝馬で
血統的にも馬学的にも微妙ではあるんですけど、やっぱりタイムがもう他と違うんでね、ダートがなぜ当てやすいかというと、ほとんどタイム通りに来るから当てやすいんですよね。そういう意味では、人気してる割にはって感じなんですけど、この馬以外いないというところでもあります。あとのタイムがすごい遅いんでね、持ちタイムが。東京2レースダート 1400m、こちら3歳未勝利ですね。これも惑星っていうか面白い血統だらけなんですけど、いまいちね小さかったり、結局これも人気馬ですかね。大外アンプレッセシティ、これルメールジョッキーが乗るっていうのも大きいんですけど、この乗り代わりプラス、一波論延長ですね。アジアエクスプレス3区はやっぱ1002よりマイルの方がいいと思うので、1004っていうのは前走の1002から比べてプラスに出ると思いますので、馬券を外すような展開が見えづらい馬ですよね。ただね、2番のゼウスビスティ、これシニスターミニスター3区なんですけどね、これは血統で走ってくる可能性がある怖さと、あと8番スマートソロモン、これヘニーヒューズ3区ですけど、やっぱりヘニーヒューズの距離なんでね、これ初戦なんですけど、初陣なんですが、一発あっても何らおかしくないなという感じはこの馬にしてます。で京都2レースですね、これもねいっぱいおるんですけれども、3番のマジカルモーションにしようと思います。馬がねこれしっかりしてきて調教動けるようになったというところで、馬格血統的に全然走ってきてもおかしくない、穴馬だと思います。まあそういう馬結構多いんですけどね、1番のサイモン・ザナドゥもアジアエクスプレスで、5番のライアン・バローズのシニスター・ミニスターとかが突然構想してきてもって感じではあるんですけどね。8番のジャスティファイの馬も牝馬、13番カリフォルニアクロームの馬が小さいというところで、その辺かなと思います。東京3レースダート 2100m、これも迷った挙句に11番コルサファターレ、これもルメールジョッキーが乗る一番人気ですね。馬券圏内という意味では、この馬が当然一番だと思います。あと、穴でもしワイド一発でも買うなら15番サリーピルエット、これシニスターミニスターですね。また、この後ろのね、足がまだまだ甘いというところで距離を伸ばしてきたと言っているので、これは血で構想してもおかしくないなと。東京5レースダート 1600m、こちらはね1枠にパイロが2頭おるのもね、1番の馬ちょっと怖いんですけど、ちょっと小さいんでね、これ3番のサンライズフォルス、マクフィー3区ですね。これ初ダートなんですよね、500キロあるマクフィーが絶対にプラスだと思います。ただ相手次第ではあるんですけどね、相手も5番のアクションプラン、12番バナルガンド、ちょっとあんまり大きい馬じゃないんですけど、で13番ボールドゾーンと、東京6レース A 賞クラスダート 1400m、 14番サヨノフィールド、これまたマクフィーですね。これは正直相手を見た時に不安な馬だらけなので、この馬が構想チャンスだなっていうパターンかなと思ってこの馬にしております。惑星としてはこの2番のプルスウルトラ、ディスクリートキャット3区もねしっかり走ってますし、13番カズラポニアン、ヘニーフズ3区、これが大激走してきてもね、ハマればという馬なんで軸にはしにくいんですけど、そんなところです。京都7レースですね、ダート 1800m、ここはもう見たけどいないという結論になったんですけど、もし買うなら11番ボルネオ、ダノンレジェンド3区で前走プラス10キロで、一応ねタイム自体がそんなにめちゃくちゃいいタイムではないんですけど、3歳なので、成長をさらにしてくればというところで、ちょっと
馬券は薄く買おうと思います。京都8レースダート 1200m、7番サウンドサンビームですね、2勝クラスなんですが、これもねもう金層から上がりで言うと2番目最速最速最速2番目最速で、着順で言ったら6、5、2、3、4、8とね届かないんです。届かないけどこういう馬一発一列前でねうまいこと競馬できたらもう圧勝してもおかしくないので、馬券圏内3着以内という意味では信頼して買おうと思います。そして東京9レースですね、エコロファルコンを軸というかこの馬もねウィンファイブには入れてないけど2走前のタイムで来たら十分戦えるので3連単生まれんでは一応入れようかなというぐらいです。京都9レース淀特別、あこれ15番のパイロですね、ここから行こうと思います。馬券的にはあとは明日ややこしいな、そんなもんかな。ちょっと目黒記念もね一応予想はしたんですけど、いかんせん芝のレースであまり自信がない予想をねして、皆さんにご迷惑かけるのもあれやなと思って、そこはもう割愛させていただきます。じゃあ皆さんもねしっかりダートで貯めて芝で吐き出すというね、芝やらんかったらプラスで折れるんですけど、やっちゃいました今日も。ダートでコツコツワイドとか小さく溜めて芝でドーンっていって吐き出しました。ちょい負けです。取り損ねたでかい馬券が痛かったですね。じゃあ皆さんも週末笑顔でいれるように頑張ってください。でね、じゃあ、はあ